夜中にですね、飲んだ帰りに中尾のザルうどん食べに行ってまいりました。ザルうどん390円、これでも安いですよね。卵はなんか無料券がいただいたやつで、食べたんだと思います。これ冷凍のうどんだと思うんですけれども、冷凍うどんもちょっとクオリティ上がってきて、やっぱりなんかこれ出てからうどんがすごい美味しくなったと思うんですけどね。まあさぬきうどんに比べるとそれはもちろんあれなんですけれども、十分美味しゅうございます。で、生卵をいっぺんかけて食べてみたかったんですよこれ。こんな感じでこれ絶対美味しいですよね。これは美味しかったです。まあ生卵大好きなんでね、これもう余力があればもうこんなことして食べたいと思います。で、1個、やってみた方は釜玉になるんじゃないかと思って、残していてた、卵をですね醤油かけて食べましたが、もうでもなんか出汁の方が美味しいかなとか思っていてたら、帰りに見たら釜玉うどんあるんですねこれね。まあ、専用の醤油があるのかもしれませんが、そんな中尾でございました。それではまた明日です。ありがとうございます。